皆さんこんにちは。さまざまなスポーツでは競技環境の公平さを保つためにルールが設けられています。不正行為やルール違反が認められた場合にはそれなりの罰則があります。中でもゴルフは厳格なルールで知られており、ゴルフにおけるペナルティは何打罰といった打数を加算するものか、マッチプレーの場合ならそのホールの負けなどが一般的ですが、一部の重大なルール違反に対してはホール失格が適用されることもあります。今回は失格行為で話題になった日本人女子ゴルファーを8人ご紹介します。1、鈴木愛。1人目は鈴木愛選手です。鈴木選手の名前が一気に知れ渡ったのは2014年の日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯ではないでしょうか。シンジエ選手、成田美鈴選手といった実力者との優勝争いを制してツアー初優勝を飾りました。この優勝は鈴木選手にとって公式戦初優勝であり、またゴルフを始めるきっかけとなった憧れの宮里藍選手の大会史上最年少優勝記録21歳83日を上回る20歳128日での快挙達成でもありました。その鈴木選手が失格となってしまったのは2015年5月22日23日に開催された中京テレビブリヂストンレディースオープンです。大会2日目、鈴木選手は通算8アンダーまで伸ばし、速報では首位と3打差の3位と報じられていただけに、失格とはまさかの出来事でした。鈴木選手は初日の第1ラウンド12番パー3で第1打をグリーン手前のラテラルウォーターハザードに入れ、第2打時にボール近くの木の葉をどかしました。実はこの行為は禁止行為だったのです。ゴルフ規則13-4で球がハザード内にある場合、ルースインペディメントに触れたりそれを動かすことを禁止行為とし、罰打を2打と定めているのです。ルール違反については同組の他の選手からの指摘があり、その場合1罰打だよねと確認し合い、その場で競技委員を呼んだりアテスト前に競技委員に確認したりせず、このホールを5とスコアカードに記入しそのまま提出しました。そして翌日コースに来ていたギャラリーから、昨日の12番には罰打がついたのかとの質問が LPGA に寄せられ、そのプレーを認識していなかった LPGA はホールアウト後に鈴木選手を呼び、事実関係を確認したところ、罰打を間違えていたことが判明したのです。正しく申告するためには、取り除いた木の葉がルースインペディメントに当たる場合ペナルティは2罰打なので、12番のスコアは6と申告しなければいけなかったのですが、5で提出していた鈴木さんの行為は過小申告とみなされ、失格の裁定が下されました。故意ではなく勘違いであったとはいえ、ルールはルールです。少しでも疑問があったのならアテスト前に競技委員に確認をすればこんなことにはならなかったのに、好調だっただけに悔やまれます。そして実は鈴木選手、翌年に開催された同大会でもあわや失格となっていたかもしれないのです。最終ラウンドの18番パー4で赤線内で手をついたように見える写真がゴルフ雑誌に掲載され、読者から問い合わせがあり LPGA から事実確認を受けていました。ハザード内にボールがある場合、地面を手やクラブで触れるとゴルフ規則 13-4 に触れるのです。鈴木選手は手をついた覚えはないとし、 LPGA も今回は問題なしと判断したそうですが、ちょっとしたことでも問題になってしまうのでヒヤヒヤしますよね。2、木村まどか。2人目は木村まどか選手です。彼女は祖父の影響で10歳からゴルフを始め、2017年18歳の時に出場した朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権競技で初優勝を飾ると、翌年に2連覇を達成。日本体育大学の学生時代に出場した関東女子大学春季 A ブロック対抗戦でも優勝と素晴らしい成績を残しました。173センチの長身からロングドライブが武器でベストアマチュア賞を獲得する実力者の木村選手は、大学卒業後からプロとして活動はしていますが、 JLPGA プロテストはまだ合格はしていないため合格を目指して挑戦中です。そんな彼女が失格となってしまった大会は2023年9月に開催された日本女子ゴルフオープン選手権です。失格理由は距離計測器を複数回使用したことです。なぜこんな初歩的なミスが起きてしまったのでしょうか。
実は距離計測器の使用は2019年の規則改定により、ゼネラルルールでは競技でも使用が認められるようになったのです。日本女子プロゴルフ協会管轄の通常の国内女子ツアーではゼネラルルールをそのまま適用しているため使用できるのですが、今回の大会は数少ない日本女子プロゴルフ協会以外が管轄する大会でした。そのためローカルルールが適用されます。ローカルルールではラウンド中、プレイヤーは電子的な距離計測器を使用して距離情報を得てはならないと定められているので、ここのルールに触れてしまったのです。このことはもちろん選手たちにも告知されていましたし、目に入りやすいロッカールーム前の掲示板にも貼り出してあるほどだったそうです。1回の使用でペナルティが課され、複数回の使用で失格となる中、木村選手は13番グリーンでの距離計測器使用を競技委員に目撃され、2打罰を伝えられました。この時点では失格にはなっていなかったのですが、他のホールでも使用していたという情報が入り、木村選手も複数使用を認めたため失格となりました。実はこの大会、韓国出身でツアー通算25勝を誇るジョン・ミジョン選手も同じ理由で失格になっているのです。何のこだわりがあって使用禁止になっているのか理解しがたいですが、ルール違反には変わりません。試合前にしっかり確認しておくべきでしたね。3、畑岡奈紗。次は畑岡奈紗選手です。様々な大会で優勝候補常連で、あの渋野日向子選手もリスペクトするゴルフ選手として畑岡選手の名前を挙げています。彼女はゴルフ場勤務の母の影響で11歳でゴルフを始めました。そして2016年17歳の時に世界ジュニア選手権において連覇を果たし、同年に日本女子オープンで国内メジャー史上初のアマチュア優勝を飾りました。この記録は宮里藍選手が持っていた最年少大会優勝記録を大幅に更新しました。プロ転向後は主戦場をアメリカに移しますが、2018年19歳の時にアーカンソー選手権で日本人最年少で初優勝し、一時帰国して参戦した日本ツアー宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンでも宮里藍選手の記録を破り、優勝最年少記録を更新しました。これだけ多くの大会で記録を更新しまくる畑岡選手なので、パリオリンピックでもメダルが期待されていましたが、残念ながら代表メンバーに入ることはできませんでした。パリオリンピックの出場枠は世界ランキングに基づいて決まります。最後のポイント加算となる KPMG 全米女子プロゴルフ選手権で畑岡選手は通算7オーバーとなり予選落ちしてしまい、その結果オリンピック出場が消滅しました。オリンピックが絶望的となったのは、前の週に開催されたショップライト LPGA クラシックで失格となってしまったことです。畑岡選手は第1ラウンドの最終9番で茂みに打ち込んだ球を探して見つけ、アンプレヤブルの処置をして4オン1パットのパーとしてホールアウトし、6アンダーの4位で滑り出した形でした。しかし翌日、第2ラウンドスタート前に現場にいたアメリカのテレビ中継局リポーターから、捜索の時間がゴルフ規則で定められた制限時間の3分間を超えていたのではないかとツアー側に指摘が入り、映像を確認したところ3分25秒かかっていたため、ゴルフ規則に当たるとされ違反認定を受けました。そして本来ならボール紛失で1罰だ、第2打地点から4打目として打たなければならず、スコア提出前に訂正しなかったために失格となりました。初日4位と好調でしたが失格となってしまったために、この大会の世界ランキングのポイント加算はゼロになった結果、日本代表選出の圏外となってしまいました。大会後、畑岡選手は自身の SNS でルールの明確化などを求める投稿をしています。確かに時間を計測するタイミングも曖昧な上に、外部の指摘が入ってからの検証とはあまりにもずさんな気がしますよね。違反の認識がなかったらそのままスコアを提出するのは当たり前のことです。せめてスコア提出前に違反の指摘が入れば失格にはならなかったのではと悔いが残りますね。4、鶴岡可恋。鶴岡可恋選手は若手有望選手の一人として注目を浴びています。ゴルフを始めたのは4歳の時で、父親の影響が大きかったと言われています。彼女はジュニア時代からその才能を発揮し、数々のアマチュア大会で優勝を果たしました。湘南学院高校に進学するとゴルフ部でさらに腕を磨き、
全国高等学校ゴルフ選手権大会で優勝し、一躍有名選手の仲間入りとなりました。そして2018年19歳の時に日本女子プロゴルフ協会ツアーに参加し、最終プロテストに進出すると14位タイで見事合格し、プロゴルファーとしてデビューを果たしました。同期には原英莉花選手や渋野日向子選手といった注目選手が多くいる世代としても知られています。鶴岡選手は安定したプレースタイルが好評で、特にショットの精度とパッティングの強さが売りの選手です。彼女の冷静なプレーと戦略的なアプローチは多くのゴルフファンや専門家から高く評価され、プロデビュー後もその才能を遺憾なく発揮しています。また明るい性格と笑顔も多くのファンを魅了する彼女の魅力の一つです。そんな日本ゴルフ界の未来を担う存在として大いに期待をされている鶴岡選手ですが、彼女も失格となってしまった大会があるのです。それは2024年5月31日から6月2日にかけて行われたヨネックスレディースでの出来事でした。優勝争いの末、通算8アンダーの9位で終えていた鶴岡選手でしたが、競技終了後にスコア誤記による過小申告で失格処分となってしまったのです。ホールアウト後に競技委員会が試合映像を確認したところ、鶴岡選手の最終日17番のスコアが6だったにもかかわらず4で提出されていたことが発覚し、事実確認を行った上で遡って失格処分となったそうです。このスコア誤記について本人が SNS で経緯を説明していました。最終日最終組で迎えた17番ホールにて、第1打目が右の OB 方向へ行ったので念のため暫定球を打つ選択をし、その場でボールに印をつけたそうですが、セカンド地点でボールをピックアップし確認したところ、マークした印がなかったので本球だと自己判断し、第2打目としてプレーをしたそうです。しかし帰路の途中で協会から電話があり、映像を確認したところ、打ったボールは暫定球だったことが判明したという流れだったといいます。なので鶴岡選手は同じ方向のフェアウェイ上に止まっていたボールを1球目としてプレーし、スコアカードにパーの4と記入しましたが、実際にプレーしたのは暫定球だったため、ダブルボギーの6と記載しなければならなかったので、この行為が過小申告となってしまったのです。この日は大雨だったので意図せずマークが消えてしまい、スコアを勘違いしてしまったという経緯がありましたが、ゴルフ規則ではプレイヤーが1ホールでも実際のスコアより少ないスコアを提出した場合、競技が終了した後であってもプレイヤーを失格としなければならないと定めています。よって全ての情報を精査した結果、失格を免れる例外的な理由には該当しないとし、失格となってしまいました。菅風花選手も卓越した技術と戦略的なプレースタイルで注目を集めている若手有望選手の一人です。地元宮崎の公園で遊んでくれていた近所のお姉ちゃんが通う練習場について行ったのがきっかけで、6歳でゴルフを始めました。中学生になると2018年に九州中学校ゴルフ選手権春季大会優勝、同年の全国中学校ゴルフ選手権では2位といった輝かしい成績を達成し、その実力は国内にとどまらず、2019年に開催されたアジアパシフィックジュニアカップでも優勝を果たすなど、この時点でかなり注目の選手であると言えます。そして中学卒業後は宮崎県内でもゴルフの強豪校として有名な日照学園高等学校に進学すると、全国高等学校ゴルフ選手権九州大会優勝に、九州高等学校ゴルフ選手権チャレンジゴルフ優勝など、さらにその実力をどんどん伸ばしていき、2023年に開催されたサウスオーストラリアアマチュアクラシックに日本代表メンバーの一人として選ばれ、見事2位タイという素晴らしい成績も残しています。高校3年生の時に日本女子プロゴルフ協会プロテストを5位で通過し一発合格を果たすと、それ以降はニトリ所属のプロゴルファーとして活躍しています。ツアーで常に上位で戦える選手になり、将来は年間女王になることを目標に掲げる菅選手ですが、プロ1年目の2023年のレギュラーツアー出場資格ランキングを競う予選試合 QT において失格処分を受けてしまう幸先の悪いスタートとなってしまったのです。最終 QT は11月28日から4日間にかけて行われ、
最終日通算6アンダーで QT ランク5位となっていたので、来季前半戦の出場権をつかみ取ったと思いきや、大会後にスコアの過小申告が発覚して失格となり、一度は掴んだはずの出場権を手放した形となってしまいました。ことの経緯は、菅選手は大会初日の最終ラウンド11番で本来ボギーの5で記入するところ、パーの4とスコアカードに記入していました。ホールアウト後の囲み取材では、11番をボギーと説明していたので、ごまかしたとかではなく、単純にアテストの際にスコアカードの完全な確認を怠った可能性が高いとされています。また14番はバーディで3と記入するところを4と記入してしまっているので、18ホールのトータルスコア72は実際のプレーの合計と合致していたので、そのせいで勘違いした可能性も高いのです。ゴルフ規則ではトータルスコアが正しかったとしても、各ホールの提出スコアが実際のスコアよりも少なかった場合失格処分と定めているので、今回の菅選手の行為も失格認定となりました。ルーキーイヤーに最終 QT で第1ラウンドから首位に立つなど、高校生プロとしては一人だけ来季前半戦にフル出場できる目安となる35位以内に入っていた菅選手でしたが、この失格により最下位である104位にまで下がってしまったため、残念ながら下部ツアーからのスタートとなってしまいました。6、新垣比菜。次は新垣比菜選手です。新垣選手は沖縄県出身で、同じく沖縄出身の宮里藍選手に対する憧れと父親の影響により8歳からゴルフスクールに通い腕を磨きました。2011年の12歳の時に日本女子プロゴルフ協会ツアーダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメントに史上最年少で出場すると、同大会で中学2年生から高校3年生になるまでの5年連続ベストアマチュア賞を獲得するなど、彼女の才能は早くから認められていました。その他にも高校進学後の2014年8月にジュニア国際大会や日本ジュニアゴルフ選手権競技など、ジュニア時代は数々の大会で優勝を飾る大注目の選手の一人でした。高校卒業後は2016年に LPGA 最終プロテストに進出し、9位タイとなり初挑戦で合格し、ツアープロとしてのキャリアをスタートさせました。そしてプロ転向後、新垣選手はすぐにその実力を示し、ダイキン工業所属となった2018年は QT ランキング11位でスタートさせ、同年4月に開催されたサイバーエージェントレディスゴルフトーナメントでは、前年の賞金女王である鈴木愛選手を抑えてツアー初優勝を飾りました。この勝利をきっかけに、彼女はさらに多くの大会で上位に食い込む活躍を見せ、最終的に2018年年間獲得賞金ランキング23位で自身初のシード入りを果たしました。そんなプロ入り後、好調なスタートダッシュを決めた新垣選手も失格処分になってしまった大会が、2018年8月に開催された CAT レディースです。2日間にかけて行われたこの大会で、新垣選手は初日をトップで終え、2日目も2つスコアを伸ばし、トータル8アンダーの2位でホールアウトしました。しかしその後、最終18番のスコア誤記が発覚し、過小申告で失格となってしまったのです。初日に続き2日目も安定したプレーで17番までに3バーディを奪った新垣選手でしたが、18番のティショットをバンカーに入れると、脱出を図ったショットが顎に当たる不運に見舞われ、ボギーを叩いてしまいました。そのため本来6で記入しなければいけなかったのですが、新垣選手が提出したスコアには5と記載されていたため、この行為が過小申告とみなされてしまったのです。新垣選手ももちろん意図時にスコアを変えたわけではなく、スコア提出後に指摘を受けたことで発覚し、ショックの色を隠しきれない様子だったそうです。いつもであればマーカーとなる同伴競技者と読み合わせし確認している新垣選手ですが、最後のボギーがあまりにもショックで確認を怠ってしまったといいます。ツアー2勝目が望める大会であっただけにとても残念です。7、不動優里。7人目の不動優里選手は、日本女子プロゴルフ協会のツアーにおいて数々の記録を打ち立て、国内通算50勝を挙げている日本女子ゴルフ界を代表する選手です。不動選手のプレースタイルはミスショットが非常に少ないことでも知られ、特にグリーン上での正確なパッティングが彼女の強みであり、多くの勝利をもたらしています。試合中のプレッシャーにも動じない強いメンタルを持ち、
重要な場面での勝負強さも彼女の魅力の一つです。不動選手は幼少の頃からゴルフに親しみ、九州女学院高等学校を卒業後、1996年19歳の時にプロテスト合格を果たすと、同年12月に開催されたLPGA 新人戦加賀電子カップでプロ初優勝を飾りました。参戦初年度の1997年に早速賞金シードを獲得すると、2000年には約1億2000万円を稼ぎ出し、自身初の賞金女王の座につき、その後6年間マネークイーンの称号を保持し、ゴルフファンからは絶対王者的な存在として知れ渡りました。2003年にはツアー新記録となる10連勝を挙げると、その勢いはとどまることなく2003年にツアー通算30勝を達成し、日本女子ゴルフ史上最年少記録となる27歳285日で A 級シード権を獲得しました。そして最終的には2011年にツアー通算50勝という日本歴代2位の記録を打ち出しています。そんなレジェンド不動選手でさえも失格処分を下された試合がありました。それは2023年5月に行われたワールドサロンパスカップの2日目のことでした。なんとプロ478試合目にして初めての失格だったそうです。理由は初日に提出した第1ラウンドのスコアが少なく、記入されていたことが翌日に判明し、過小申告とみなされたためでした。大会2日目、この日は朝第1組の7時スタートで10番ティーに立った不動選手でしたが、同組についていたキャリングボードのスコアが自身の認識と異なっていたため、競技委員への問い合わせを要請し確認作業を行ったところ、前日の18番ホールのスコアの誤記入が判明しました。18番はボギーの5で記入しなければいけなかったのですが、実際にはパーの4として提出してしまっていたのです。トータルスコアは不動選手の認識と合っており、アテスト書で読み合わせも行ったそうですが、誤りを見落としてしまったようです。キャリア25年以上の選手でさえも失格となることはあるのですね。8、原恵梨香。最後は原恵梨香選手です。渋野日向子選手、小祝さくら選手、畑岡奈紗選手と同じ1998年度生まれの黄金世代として注目のゴルファーです。原選手がゴルフを始めたきっかけは、母親がゴルフ好きだったことから、10歳の時に一緒に練習場に訪れたことがきっかけだったそうです。身長が 173cm の原選手は子供の頃から身長が高く、周囲からスポーツを勧められ、兄と一緒に野球、テニス、卓球など様々な競技に挑戦したといいますが、運動神経抜群のように見えて以外にも球技があまり得意ではなかったそうです。しかしなぜかゴルフだけは一発目から球に当てることができ、やたら楽しいと感じていたそうです。ジュニアの大会でも上位に入るようになっていた原選手でしたが、湘南学院高校在学時の2015年に尊敬してやまないジャンボ尾崎こと尾崎正史さんに弟子入りをし、さらに腕を磨き、翌年2016年にはジュニア大会優勝を飾りました。師匠譲りのスケールの大きいプレーと高身長も相まって大型ルーキーの呼び声が高まり、かなりのプレッシャーを感じる中、高校卒業後初めて挑戦したプロテストは惜しくも2打足りず不合格となるも、翌年には見事合格しプロ入りを果たしました。プロ転向後もすぐに頭角を現し、2019年のリゾートトラストレディースでツアー初優勝を飾り、さらに2020年の日本女子オープンゴルフ選手権競技でも優勝を果たし、その実力を確固たるものとしました。そんな大注目の原選手が失格となってしまったのは、2023年10月に行われたアメリカ女子ツアー予選会での出来事です。大会2日目を終えた時に自身が記入して提出するスコアに誤記が判明し失格となってしまいました。国内ツアーの優勝を重ねることだけでなく、メジャー大会でのタイトル獲得を目指す原選手にとって予選で失格は相当ショックだったでしょう。自身の SNS でも、プロとして情けなく正直クラブを置こうかと悩むくらいと語っていました。問題となったのは8番ホールのスコアで、原選手はボギーで終えたため、本来であれば5と記入していなければいけないところ4で提出してしまったのです。このミスを見落としてしまった原因として、アウトのトータルスコアに関しては正しく記入していたため気づかなかったようです。原選手がスコアの間違いに気がついたのは
すべての集計が終わった後であったため、スコアの過小申告による失格処分を受けることになってしまいました。40位タイまでが最終予選会に進めるこのセカンドステージにおいて、暫定トップ10位内の順位に位置していたこともあり、非常に残念な結果に終わってしまいました。いかがでしたでしょうか。ゴルフはルールが厳しく細かい上に、意図的に違反をしたのか事故なのかを証明するのも難しい競技です。しかし、公平な競技環境を維持するためにはルール違反に対して厳しい処分は必要なことだと改めて感じました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。それでは、また次の動画で。